おっとガジェット太郎 DJ 太郎です。ベストギア読者の皆さん、僕の連載コーナーですね、オットガジェット太郎でいろいろと音楽を楽しむですね、アプリとかガジェットをご紹介してるんですけど、まあ、紙面だけでは、ひょっとしたらその通りなんないんじゃないのと思ってる皆さんですね、実際に、動画の方でもベストギアウェブの方で楽しんでいただいています。今日ベストギアってうまく言えない、なんでだろうさあということでですね、今回ご紹介するのは、まあ実は僕の連載の中でですね、一番シリーズとしても多くなっちゃってるんですけど、 DJ iPhone iPad でね、まあ、Mac でも、遊べるこの DJ アプリなんですけど、まあ手軽に外に持ち出せるというのがですね、このアプリの面白いところですね。 iPod 内の曲をですね、こうやってまあ DJ が、できちゃう、こうやってスクラッチやったりもできちゃうよということなんですけど、このですね、なんと DJ アプリが、なんとなくちょっとこうガジェットっぽさが今まであったんですけど、本格的な DJ ギアとして、生まれ変わっちゃう、そんな今回はデバイスをご紹介したいと思います。こちらです。じゃーん、 iDJ Pro。 はい、まあ、これはですね、ニューマークというですね、まあニューマークというアメリカの、総合的な、DJ 機材をですね扱っている、まあターンテーブルも、CD プレイヤーもミキサーも、そして、PC のコントローラーも、まあ、いろんなDJ ギアを作っているですね、実はメーカーなんですけど、この度この iPad をそのままアタッチしてですね、中にこう入れ込んで DJ ができちゃうというですね、デバイスを発売いたしました。今までですね、 iDJ ディスカバリーかな、ちっちゃいコントローラーでこう iPad を立てかけてっていうモデルで、この DJ アプリをコントロールするやつとか、まあいくつかあったんですけど、今度はですね、まあ、本格的にここに内蔵しちゃう。前iPod とかをこうカチャッと立てかけられるタイプのやつもあったと思うんですけど、より一層パワーアップしました。はい、VJ のアプリで完全連動しますということで、まあ、9月29日にですね、発売となっているこの、iDJ Pro にまず iPad を入れます。で、いろんな世代の iPad があると思うんですけど、中のトレイのオプションがあるんで、それを変えていただけるとですね、どの iPad でも基本マウントできます。はい、マウントしました。あとはですね、このドックコネクターケーブルをですね入れていただいて、はい、そうするとですね、まあ、それでこれ蓋を閉めたら、もうこれでもう完全、ね、言わなければもうこれだけでですね、まあ、DJ デバイスにある意味なるんですけど、で、今ね、画面が切り替わったの皆さん、お分かりでしょうか。VTR でもう一度見ていただきたいと思いますけど、はい。これをですね、実は、マウントするとですね、横表示になっていた DJ が縦表示になるんですね。これはですね、最新版の DJ アプリを、まあ、無料でどんどんアップデートできますので、していただければ大丈夫です。で、いつもの通り、ポイント1。まずはですね、この DJ アプリを思い出してください。はい。ぜひですね、今までの前のバックナンバーとかの動画もちょっと見ていただいて、DJ ってアプリをどんな風に操作するのかと。まあ、基本的に、2つのデッキとミキサーがあって、これでテンポを合わせて、DJ ミックスができつつですね、さらにループとかエフェクターとか、そういう、まあ、総合的に DJ が使う便利な機能を全部このアプリの中に集約したというものが DJ なんですね。続いてはですね、パート2、Let's Play。 はい、実際にですね、これでプレイしていただきたいと思います。まあ、今回のすごいいいところっていうのは、 iPad は画面が大きくなったと言ってもですね、やっぱりいろんな機能を使うにはメニューでこう画面を切り替えなきゃいけなかったんですね。で、ループとか、あと好きなスタート位置を決められるキューポイントとか、まあ知ってるけどあんまり別に使ったことないっていう方もいらっしゃると思いますけど、基本的な操作はね、すごい簡単なんですよ。まずここの、ブラウズのジョグダイヤルがあって、曲自体もですね、こっからもう読み出すことができるんですね。こうやってあとはダイヤルでですね、好きなやつを選んでいただいて、で、ロードってやると、もう、入っちゃうんですね。はい。ちょっとやってみましょうか。で、最大のこの、今回の魅力はこの、フライホイール的なね、こうジョグがあるんで、今まで画面をこう、
触ってたと。もちろん画面も全部連動してますよ。画面も行くんですけど、このまま行くと。だスクラッチとかもね、今までできなかったかもしれないけど、今度は。これいけますと。はい。操作も自由自在ですよね。はい。で、例えば今まで本当使わなかったループですよね。今度ももうループボタン、ここにありますんで、はい。オートをオンにしてやれば、もう番号が振ってあるんで、そのサイズの長さにもしてくれますから。もうこれでループになってます。これ半分にしてってみましょうか。4つ。今度、2つ。一個半分。はい。で、さらにですね、エフェクターね。エフェクターもですね、エフェクトを選ぶの自体は、まあ、ここの画面で、エフェクトをですね、選んでいただくことができるんですけど、エコーとかフランジャーとか、いつもと同じやつです。ただ、これ選んでいただいた後、オンオフはもうここでできます。いいですね。エコーの幅をこう長くしたりとか短くしたりとかっていうパラメーターもここで、エレクトロっぽいですね。かかり具合のあれも変えられる。なんかさらにですね、こうフィルターボタンっていうのがあって、このフィルターのレバーをやると音がこもったりとか、よくあのハウス系でね使ってる、まあ、こういうのとかも、はい、今までだとやっぱりあの手が足りなくて複数の動作ちょっとやるの難しかったと思うんですけど、これがあると例えばループやりながらエフェクトかけてフィルターをそのままかけて、みたいな、はい、複合的な動作がですね、結構慣れてきたらいろいろできちゃいます。なので操作は以前よりもしやすいと思います。まあこういうことしなくてもいいようにアプリに集約してるっていうのも間違いなくあると思うんですけど、これお家にいるときはこのままなんかこうこれをボカン代わりにしてですね、もちろんあの iPad をこのようにアタッチしてもらえればこれで、充電もできますし、はい、まあPA とかね、お家のシステムにつなげばこういう風に、LINE で音を出していただくこともできます。以上ポイント2でした。続いてポイント3、はい、今ちょっとお話ししたんですけど、これをあの音出すときに皆さんの家のコンポだったりとかアンプにつなぐためのですね、基本的にはあの赤白、はい、RCA ケーブルで出力することができます。で、さらにですね、もうちょっとあの、専門の PA の機材とかにもですね、ついている、キャノンって言ったりとかもするんですけど、XLR 端子がついてますんで、iOS デバイスからの音ってこう、出力が弱いんですよね。なので、楽器屋さんとか、もちろん、家電量販店に行くと、まあ、この XLR 端子のケーブルが、売ってますので、で、反対側がこう RCA になってるのがあるんで、こっちで出した方が、より安定性が高いです。どっかあの、お友達のパーティーとか結婚式の二次会の会場とか、このまま本体持っていけば、かなりいろんなことが、できます。はい。ポイント4!基本的にはですね、これ iPad を入れて DJ のアプリをですね、まあ、ハードウェアでいろいろコントロール操作できるっていうのが、一番の魅力なんですけど、これにですね、なんと他のいろいろ外部入力もあります。まあマイクが使えます。マイク基本的にこういう標準ジャックですね。これをですね、マイクインプットに入れとくと、あとマイクの、ボリュームと低音と高音のバランス、1個のダイヤルしかないんですけど、それで操作することができます。チェック。ワン、ツー、ハッハッハッ、ヘイヘイヘイ。ね。はい。マイクの音も入ってきましたよ。はい。で、なおかつですね、もう、ここのマイクで喋っちゃおう。なおかつですね、今度、外部入力の端子もあります。これも
いわゆる赤白の RCA で入るんですけど、なので、別の例えば、まあ iPhone でもいいですし、なんか音が出るものをこっちから合わせて流したいなと思ったらですね、今これに、サンプラーアプリを立ち上げてるんですけど、要は叩くと、はい、音が出ると、ね、なので他の音も合わせて流すことができますよと。Ah yeah, hey everybody, 調子はどう？ベストギア、今日も瀬戸ギア、入稿ギリギリ、まあ、一人でラップ出せ、こういう風にちょっとこうラップパフォーマンスとかパーティーシーンに、持っていくとですね、さらに使い勝手が広がります。ポイント5、皆さんのお家にですね、基本この iDJ プロをこうどっかスペースを取っていただいて、まあ、お家で DJ する時もなんですけど、もちろん iPad の充電もできます。さらにですね、通常の、音楽を楽しむ iPod アプリですよね、これの音楽再生もできます。はい、なのであの iPad だけじゃなくて iPhone を接続していただいても、基本的な、まあ、DJ の操作も一応できるし、こうやってこう iPod 音源の再生で、音量もここのマスターでコントロールすることができますので、はい、お家にいるときは基本的にこれを使っていただけると、より一層楽かなということです。はい、さあ、ということで今回はですね、まあ、あのアプリでできることを逆にちょっとハードウェアっていう、でもあのアプリで慣れてきたらですね、実際にこのハードウェアでも、あ、これを操作するためのものだなってなんとなくみんなわかると思いますので、家にいるときはこれを使っていただくと、まあ、これ本当にもう現場持ってってこれで DJ やればですね、もう本格的な DJ といっても全然過言じゃないです。あのニューマークが、今まで出してるその DJ コントローラーとして の, あのクオリティをそのままこう iPad を入れてできるようになっているので、でも DJ のアプリはですね、正直言ってもうはっきり言ってプロ仕様っていうぐらいすごくよくできてますので、であのモニタリングのいつもあの音出る方と、あとヘッドホンにする方のスプリットケーブルっていうのは本来必要なんですけど、もちろんこれに入れるともう勝手にやってくれるし、ヘッドホンも普通のヘッドホンジャックと、イヤホンジャック、これ両方とも、使える仕様になってますので、もうこれさえあれば、全然他必要ないなという感じです。はい、じゃあ最後はですね、せっかくなんでちょっとこうデモをやって、お別れしたいと思います。はい、